大歓声が沸き起こります。トゥインクルシリーズのグランプリレース有馬記念、ファンの期待を背に16人の馬娘がスタンド前を駆け抜けていきます。栄冠をつかむのは一体どの馬娘でしょうか。注目は8番のオグリキャップ。今日がトゥインクルシリーズでのラストランとなります。怪物の異名で呼ばれている彼女ですが、ここしばらくはらしくないレースが続いています。最後の大一番、あの強いオグリを、圧倒的なオグリを見せることができるのでしょうか。オグリさん、ファイトですわ。もうあなたも声を出してくださいませ。チームのエースのラストランですのよ。これまでも信じがたい走りをいくつも見せていただきましたわ。この大舞台でもきっと。観客席におりますわよ。小栗さんの走りをもっと近くで目の前で見るために。まもなく第3コーナー、後方集団も一気に差を詰めてきました。ここから最後の力比べ。頑張れオグリー。みんなの期待を力に行くぞ。オグリが来た。オグリが上がってきた。第4コーナーを回って最後の直線。ここでオグリが先頭に立った。しかし後続も迫ってきている。ゴールまで残り 20m。 オグリキャップラストランで奇跡を見せるのか。ほら、サブトレーナーさん、もっと急いでください。小栗さんの最後のレース、ゴールの瞬間を見逃しでもしたら一生後悔することになりますわ。言いましたでしょ、小栗さんの走る姿を、勇姿を目の前で見たいと。後続が迫ってくる。私の手に捕まって。オグリ先頭のままゴール。オグリ1着、オグリ1着です。スーパースター馬娘オグリキャップ、トゥインクルシリーズでのラストランを奇跡の勝利で飾りました。これが大栗さんのエースの走りですのね。大栗にも俺にも意地があるからな。終わっただなんて言われたら逆に燃えるってもんだ。お疲れ様ですトレーナーさん。そうですわ、だってトレーナーさんも大栗さんもこんなに素晴らしいレースをしたのですから。会場が揺れるほどの大栗コールです。サントのコールが会場に響き渡っています。いや、俺はもう限界だよ。最後の意地で今日まで頑張ってきたが、これで完全にガス欠だ。だから当初の予定通り、チームシリウスはお前に託す。しっかりとマックイーンの支えになってやれ。菊花賞を勝って今のマックイーンは成長のピーク真っ只中。お前とマックイーンのコンビなら間違いなく G1 戦線の中心になれるはずだ。そうですよね、サブトレーナーさんはちょっと頼りないですから、逆にこの私が支えて差し上げますわ。私が春の天皇賞を勝てば
少しはサブトレーナーさんも自信がつくでしょうし、どうぞご期待くださいませ。早速尻に敷かれちまってるじゃねえか。けど本当に楽しみだな。俺の作ったシリウスがどんな風に変わっていくのか、お前たちの活躍を期待してるぞ。